よろしくお願いいたします。各水回りお伺いしてもよろしいですか。はいはい、台所が結構ちょっとなんか匂いがするのが気になって、つまりは全然ないんですけど、はいはいはい、ちょっとなんか匂いが気になるかな。確かに人は見ようかな。いつぐらいから匂い始めるの？先月ですね。先月が気になってすぐそれで連絡かけてもらったかな。まあ、状態としては築25ぐらいです。もっといいです。もっといい、まあ、30年前後ぐらい で、特に高圧洗浄とか配管清掃とかはしてないっていう感じですか。はい、ちょっとこれ剥いじゃっていいですかね。はい、あるあるなのか、けど先月からか、この蛇腹ホースと排水管の結びが甘くて下水の匂いが上がるっていうのはあるあるなんですけれど、硬いな。あーそうですね、そうですそうですそうです。この今外すんですけども、通常ですとこんなにブカブカしてなくて、上げると一応排水管とのつなぎでこういったゴムがついてるんですよ。それが浮いちゃってて、まあメインとしてはそれで匂いが上がっちゃってるのかなっていうところなので、これはもっと前のゴムかな。これも多分これと同じようなゴムだと思うんですよね。まあ、これは新しいのにちょっと変えちゃいますね。さすがに30年も経つとゴムも伸びたりとかで、とかなんか蛇腹ホースこっち側は新しいような、そこは一回通り変えたことないです。やっぱそうですよね。それは別に特に先月とかっていうわけではじゃなくて、何年かですね、2年前かな、ここの排水が、はい、詰まっちゃって、ああはいはいはい、流れなくなっちゃって、このとこに水が溜まっちゃって、それが1年ぐらい前、1、2年ですね。1、2年ぐらい前、その時はどういった処置で、その時にそれをやっぱり交換して、蛇腹だ、蛇腹というか、それのホースを取り替えて、はい、もらっただけだったんですけど、あ、けどそれで治った、一応通ったので、はいはい、わかりました。匂いに関しては、まあ、ほぼほぼこの隙間が原因かなっていうところと、あとはまあその排水管自体の汚れですよね。今写真撮っての中の状態がこんな感じで、まあ汚れが、まあ油汚れですね。そうですね。と、まあ缶の底に水が溜まってるので、まあこれが勾配不良なのか油が原因なのかはちょっと定かではないんですけども、まあ施工後に、はい、カメラは通しますので、それで缶の状態も見ておきますね。はい、じゃあまず蛇腹こゴムを交換してっちゃいますね。よいしょ。
どうも、花です。ここね、ちょっと解説なんですけども、さっき取り付けた蛇腹ホースと防臭ゴムと排水管との写真ですね。で、グレーのやつが排水管で、黒のやつが防臭ゴムっていう感じで、グレーのね、排水管に対して黒のね、防臭ゴムがピシーッとくっついてるのお分かりになりますか？この状態で防臭ゴムを設置できれば完璧な取り付けになりますね。とりあえず解説終わったんで、現場の花さんにお返しします。あとはその下水臭としての問題はもうクリアして、で、そのここの中のゴム自体も交換して、より密閉性が強いものでには交換してありますので、これで。あれはそうですね、かぶせてあったっていうよりかは、ほぼほぼもうなんか浮いててくっついてたみたいな感じではありますね。配管がこう立ってて、でゴムがこの辺にいてぷかぷかしてる状態だったので、それだとやっぱり匂いは上がってきちゃうので、虫とかも来やすいって感じですよね。開いちゃうと、そうです。どこから来たりとかしますよね。ゴキブリ、コバエとかは結構出やすいですね。プラス、まあ、下水臭っていう感じなので、やっぱりゴムは結構重要な部品ではあるんですよね。ただまあこれで新しいゴムに変えてるので、まあ、向こう何年、まあそうそう劣化するものじゃないので、さすがに30年とか経てばお話は別なんですけども、はい、まあ10年とかはまあ全然元気で使えるようなものなので、はい、大丈夫ですね。じゃあちょっと台所は終わったので、他の水回りやっていっちゃいます。あとですね、下はしっかりつないだので、ここのテープはもう必要はないので、はい、ではまんまで大丈夫ですかね。